すぐ行きますから、ね、はい、行きますよ。はい、羽ばたいてないです。これね、この画像はね、スタッフの人がね、撮っていただいたものなんだけど、こっからね、ずーっと飛んでるんだけど、見てもらったら分かるように、普通加工するのに閉じるのは分かるんですよね。下に行くのに。これは上に行ってる。分かる？じゃあ、閉じたまんま、はい、行きますよ。閉じたまんま、はい、上に行ってる。上に行ってる。一回も開かない。はい、開かない。はい、開かない、うん、だけど、まだずっとね、ずっと行ってたっちゅうのかな。ね、ありえない。あの、羽を閉じて上に上がることは絶対ありえない。ね。こういうね、こういうのも、この先ずっとこう、撮影するとだんだん色変わってきて、白くなって、こう、飛んでいくような感じ。のイメージがあるんだよね。だけどね、はっきりとこうやって見たら、鳥ですよね、姿が。拡大するか。ね。うん。ね。ほんと鳥。ちょっと待ってね。うん。拡大するよね、ここに。だけどね、ほんとに、カラスもそうだけど、鳥もそうだけど、いろんなね、動物でね、こう、姿を変えてくるって、このね、力って、こう見せる力って何かって聞いたら、まあ、仏様のお名前言うわけじゃないけど、そういうような力の持ち主だよっていうのが、毘沙門天。それと、阿弥陀如来。これは、そういう力っていうか、人に見せるとか、人に見える力、見えるものに変わって、見せてくると。まあ、ひどい時になったらね、うちの奥さんとの、ね、調査に行った時に、前の方、斜め前の方を、車が、夜だから、車が通ってるんですよ。で、うちの奥さんが一言言ったんですよ。あれ車じゃないよって。それなんでそんなこと言うのって。よく見てなった。そしたら、バーッと走って俺を置いたら、ストップランプついたと思ったら、ストップランプが左と右に分かれて、ヘッドライトが上に上がってったからね。だから、そういう風なものにも見せてね、接触を図って。じゃあなんでそういうことするんだって聞かれたらね、試してるのもあるんだね。この人たちは見せるに値する人なのかと。例えば、うちらが話しかけてもいい、あれなんだろうかとか。そういうものをね、試してるっていうのもあるかもしれない。一つの意味でね。だからそういうものでね、おかしいなと思ったら、虫でも、動物でも、気をつけて。でね、こういう場合もあるんですよ。例えば、行くとこで変わった動物が出てきたな、タイミング的に合わない。時期的に合わない。ね。それはもう本当の動物であり、虫なのかもしれないけども、時期が合わない。そういうものっていうのは、光の民のあれを受けてる可能性ありますよね、うん、それをね気をつけてね見ていただきたいなと思ってね。でね、これからちょっと画像を変えてね、うちのこれをダムのところで撮ったんだよね。あるところで撮ったんですよ。これ普通の虫ですよね、これね。でこれ何かあったら、俺これフロントガラスだよね。あ、リアのガラスね。ガラスなの。これちょっとこう、リアのガラスで撮ったんだけど、普通の虫ですよね。で、こう、撮る角度っていうのは、こうやって撮ってるから、指映ることないです。こうやって映すからね。そして、次の画像いきますよ。これ。こいつが移動した時に、これなんだと思います、これ。この下の。これ指とかじゃないでしょ、これ
前の画像で映ってないのに、こっちでは、これが、この虫がこれを避けるように、こう動いてるんですよね。ほらほらほら。ほら。これは何、何ぞやと。この虫ね。もしね、分かる人がいたら聞きたいですよね。カミキリムシに見えますよね。これだけど、これおかしくないか。これなんでこういうふうになってるの。この外のこれ、これがこうだとしたら、影こういうふうになるとしたらこうだよね。影こう下に向いてないよね、こういうふうにね。影だと思いますよ。だからこの辺もちょっと時空がおかしくなってんじゃないかなと思うんですよね。で、指なんて絶対映る要素ないから、こんなのね。いや、影にしたら黒すぎないかい。ちょっと影にしたら黒すぎないかい。黒すぎますよね。現象も今できて、今こういうのも、だから皆さんもこういうのに、例えばこれだけじゃなくて周りの何か映ってるものにもちょっと気を配って見てみると。で、なんでそんなくだらないことする必要あるんだって、まず思わないで、ね、小さいことから感じ取っていくような感じっていう、まあトレーニングじゃないけど、そういう一つ一つを感じ取ったら上の方がね、嬉しいんだよね。だから、ああ見えたんだ、そしたらこれも見せてやろうと、ね、ちょっとね、一日して論言になったもんだよこれもね、大変なのよ、ね、七変化をする、もうカミングアウトしてんだよね。なりたい自分になりなさいってね、はい、言われてそれになろうか。汚れたね。汚れた肥料ってあった。それはさ、もう年ある程度の人だったね。草刈正雄の汚れた英雄ね。ね。映画見に行って。いやーって、汚れた肥料って。ね。バカちゃんはね。こんなリーゼントして。俺は将来肥料になるってね。そしてもう一人が、偶然にも一人がさ、肥料と同じ名前なの。これ俺だよなって。だけど周りの人は、はーって突っ張って頭悪いって相当頭きてんなって、あれ英雄って読むのにって思ってんのに、ヒデオだよそういうねことを考えてる。そう、俺の友達はね、そういうことを平気で言うんだよね。ホームジェン今日も一人でエンディング、エンディングなの、一人でエンディング寂しいけどそしたらね、いろいろこう自分の姿も見てくれてくださってるってことでね、なりきりってことで、今日はこの辺でありがとうございました。